制作した記念映像の発表です。中学生の頃から大口町北児童センターの音楽室でギター練習に励み、現在アクロバット少年というバンドで活動を続けている大口町在住の千田ありささんが音源を作り、今の大口町の姿を残すことをテーマとして職員が取りだめ、町内企業や松江市さんからご提供いただいた素材を町職員が編集した手作り映像です。それではご覧ください。
これです。